注目のスターティンググリッドご紹介しましょう。星野越えずして栄光なし、なんと5年ぶりお見事ポールは星野和義。やったぞ本山、アグリオーナー思わずにっこい、初のフロントローをゲット。臨戦態勢整って、さあチャンピオンロード、服部3番手か。苦しみながらの4番手は高木虎之助。世界に向け見せるか炎のロケットスタート。2位はもういい、狙うは優勝、戦いの場さらに上に見て5番手中野慎二。富士の舞台に台風の目現る、暴れろ光貞6番手。45戦目笑顔の表彰台、見たいぞ金井慎7番手。真の復活まであと一歩、心優しきガッツマン黒沢拓也8番手。フォーミュラ日本ラストラン9番手から届くかタイトル、ラルフ・シューマッハ。94年の強さは忘れはしまい、あの光を今一度、アピチェラ10番手。11番手に収まるもごぼう抜きならお任せあれ、富士に強いノルベルト・フォンタナ。ここ2戦シングルフィニッシュ、らしさが見えたぞ12番手影山雅彦。シリーズ終盤やっと笑顔、老快な走りでラストを飾れ、鈴木敏夫13番手。富士2戦いずれも入賞、ペドロ・デララサ不本意な14番手。不本意といえばこの人も同じ、過去ここで4勝、誇りを胸に15番手からアンドリュー・ギルバート・スコット。2年目のジンクスか、納得いかぬこの1年、来年へつなげ山本16番手。開幕2戦あのパフォーマンスを思い出せ、神奈川クリニックステラミハイル・クルム17番手。今シーズン2位表彰台も経験、自信をつけてアドバンのエース影山雅美18番手。いつもハートはチャレンジャー、志高く19番手は近藤雅彦。20番手は朝日光スポーツの川本敦史。今も変わらぬ走りへの情熱、アールブリアンガルビング岡田秀樹21番手。同じくアールブリアンガルビング田島栄一22番手。予選クラッシュ痛みをこらえ、23番手から羽根幸寛。ルーキーシーズン最後の走り、パルチェッカーズ大西太一郎24番手。富士の2戦はいずれもリタイア、まずは完走玉中哲司25番手。そしてしんがりから3度目の決勝進出、山田正雄。以上26台によって争われます。